運営する商業施設であり、同社の北信越地方唯一の店舗である。トミーヒルフィガーやセ氏シ4度ンドなどの有名ブランドをはじめ、入居しているテナントの種類や対象年齢層は様々であるが、主に若者を中心として賑わいを見せている。松本の中心街に位置することもあり、競合するイオンモール松本と同様に様々なイベントが行われている。 同地はもともと、新州ジャスコ松本店があった場所。同店が1981年に郊外に移転して、以降は約3年間にわたって、ジャスコの倉庫として使用されていた。1984年8月23日、松本パルコとして開業。2014年、開業30周年のイベントが行われ、地元 FM 局などで話題となった。霊指定都市にある。 他の都心型パルコ店舗に比べ、施設規模、売上規模ともに、パルコの中では中規模である。月により売上高や、その前年比に変動があるが、2017年度の年間売上高は72億円、前年比90.8%となっている。伊勢町通り側から見た、松本パルコその他テナントについては、フロアガイドにて参照。ありがとうございます。